のチームの選手たちが入ってきました。やはりこの寒さの中、アウターを着た上で両チームの選手たちが今ピッチに入ってきています。こういうボールに対しての関わりと距離感、テンポってところは小永シュートを持ちますからね、はい、で注目の小永が早速そのまず1本シュートを放ちました。豊田は今シーズンフリーキックから1ゴールを決めています。豊田が蹴る、パンチング、もう一度熊本です。左足で上げる、ヘッドで競る、こぼれ球、セカンドボール拾っています。まあ、今林選手の判断は素晴らしかったですよね、はい、かなりいい位置にボールを蹴り込んできていました。このフリーキックのシーンです。この豊田の左足のキックどうでしょうか。そうですね、石尾、下がら、もう一度石尾、中島スルーしてエロンとつなぐ、もう一度中島がシュートくる。田代処理しましたが、久々に仙台がシュートの形まで持っていきました。一気に前に入れてくる、前線まだ姿が残っている、工藤がシュートでくる、右手で弾きました。田代です。積極的に狙ってきたのは工藤です。もともとはその左サイドにいた選手なんですが、さあここでもらう、松岡、左足でシュートでくる、前が空いたところで利き足左で松岡が今シュートを放ってきました。持ち運んで裏に抜け出した中島、シュートできたか。ただここはキーパーキャッチしています。もうあとですよね、この3分の1入ってからの人数のかけ方ですよね、はい、右の宝、ここ1個フェイントを入れて、さあクロスを入れるか、まだボールがある、一度戻す、そしてダイレクトに入れる、中島がシュートでくる、まだボール弾いている、なんとか田代を防ぎました。さあただ仙台のコーナーキックです。ファーサイド入れる、姿出せる、ただここはゴール終わって、ゴールラインを割っています。前節はスタメン出場していた菅原がここでピッチに投入されます。ルヴァンカップでは1ゴールを決めています。さあここ抜け出したところです。中山シュートで来る、ゴールの右に外れていきました。この位置でもう一度長澤、石尾、切り返して右足でのクロス、ヘッドはまだ残っている、シュートで来る、ここもブロックしてピンチを一つ防ぎました熊本です。ここも姿がヘディングでボールをクリアします。ただここで大崎が持つ、大崎切り返して左足のシュート、ここは林の正面でした。